ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ本日のお客様をご紹介しますこの度 sb 新書からこの国の同調圧力というご本をお出しになりました戦士紛争史研究家の山崎雅宏さんです今日は三重県からリモートでのご出演となりますはい、えー、山崎さん はい、山崎です。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。はい、ツイッターでの的確なご意見はいつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。三重。はい。三重は台風の影響は大丈夫なんですか。今のところ大丈夫ですね。はい。ああ、そうですか。え暑いですか。ああ、まあ、暑いですけど、ただ、まあ、その山の間の谷なので。あの、都市部よりはちょっとマシかなという感じですね。 <あ>いい、いい谷ですね。ほんの、いいほんのわずかな違いではありますけれども。<laughs> そ,ね、そうですか。はい、わ、はい、かりました。えっ、ー、と、今回の五本は。はい、えー。この国の同調圧力という五本です。はい。はい、まあ、日本はこの同調圧力が。 私もなんかいやその国と比べてどうなんだろうといつも思っていますがなぜこの同調圧力ということをテーマにお取り上げになったんですか日本人のその思考や行動の自由をこう、うんうん 見えない力で縛るっていうことは、まあ、以前から語られてきたことで,、はい、で僕もじあの今までずっとこういう本を何,、うん、何らかの形で分析したいなと思ってたんですけれども、はいはい、今回あのソフトバンク新書の,あの、うん、小倉さんっていう編集者の方から同調、うん、圧力についての本を書きませんかと。うんうんうん でまあ、一般的には、まあ、過去にもいろんなその同調圧力に関する本は出てるんですけれどもその個人的な話だけではなくてもうちょっと社会全体の話まで含めた形でこう構造的な同調圧力あるいは社会問題と同調圧力の関係っていうところまでこうは、えー、視野を広げて本を書いてみませんかというご提案をいただきましてでそれはぜひ書かせてくださいということでお受けして、えー、書きました。はい あのー、コロナの時なんかねやっぱりこの同調圧力が働きましたね、はいえーまあ、感染症の拡大っていう状況では、うん、まあ,ある程度その医療関係者あるいは医学の専門家の、うんまあ、提言に従うっていうことも必要ではあるんですけれども、うんうん、ただその何かこうマスク警察とか、はい、自粛警察みたいな。うん そこまで行ってしまうとちょっとそれは違うでしょうという感じにはなりますね東京から帰ってくるなという声が決意し地方から聞たえて、はいはい、東京ナンバーの車が家の近くに止まると、はいはい、というお話もありましたね。はい、はい やっぱり何か同調圧力がまあ社会で広がる原因としてこう防衛本能みたいなのがあると思うんですね。何かの脅威から自分たちの集団を守るためには全員が何か同じ方向で一致して行動しないといけないと。 でそれに歯向かうことがあったかも、うん、その集団を守ることに反するかのような、うん、そういう,こう印象づけというか、うん、そういう思い込みで、えーまあ、少数者に多数派がま圧力をかけて従わせるという風なそういう風潮はこう根強くあるような気がしますねへへ過去の戦争の時でも、はい、この同調圧力みたいなものが進んで。はい えー、間違った方向というんですかこの国が、ねはい、おたくさんの方を犠牲にしてまで、はい、最後はこうなんかお国のために命を捨てることが当たり前のような世界になっていきましたね。 その戦争の時にはどんんな圧力が働いたんですかやっぱり戦争の時にもさっきあの申しましたその集団の防衛というふうな大義名分国防あるいは安全保障という大義名分ができてで政府がまず国防のためにはこれが必要だとで国民はそれに一致団結して従うことが国防国を守るためになるんだというふうなそういうその 本当かなっていう疑問をまずそこで、うん、抱くべき、えーはい、なんですけれどもそこでその疑問を許さずにこれがもう正解なんだということで,、うん、でこういう方針に従うことが国防に、うんえー、協力する国民でそれに疑問を抱いたり、えー、違うことを言ったりする人間は。 あたかもその国防に反する国を守ることに協力しないものっていうふうなそういう,こう決めつけで当時はあの非国民と日本人ではないという決めつけがなされてそういうことを言われてしまうと本当に社会的にかなり厳しい状況に追い込まれてしまうのでみんなそう呼ばれることを恐れてまあ少なくとも内心ではいろいろ疑問に思ったとしても実際の行動や発言はその政府の意向に従う。 という態度を取らざるを得なかったと、うん、そういう形でこう政府の言ってることに従うことが正しいという風うなそういう思い込みがまあ社会全体を終わってしまったっていうのが一つ大きな問題だったと思いますね。うん、部分的にはどう考えても攻めてくる敵に対して、はい、不条理を含めた、えー、この国で竹槍で戦う。 みたいな。これはどう考えても整合性が取れないそうなんですよ。で、国を守るっていう言葉も。実はこれ非常にこう要注意な言葉でして、はいうん、そこで守られる対象の国とは何かっていうことですね。で、今、あの日本でその言葉を使う人は、うん、国っていうのは、自分も含めた日本社会全体のことなんだっていう風な、うんうん、まあ。前提をこう。うん 言わずもがなとして共有してるんですけれども少なくとも前回の戦争大日本帝国時代には守る対象の国っていうのはまあ天皇と天皇を中心とする国家体制の支配層だったんですねで国民は実は守られる側ではなくてそれを守る側の立場だったんですねで軍人だけではなくて一般市民もその天皇と国家体制を守るために献身奉仕して いろんなものを捧げてで最後には命も捧げることが立派な国民としてのつも務めなんだというふうなそういう世界観をまあ植え付けられてその結果としてあの特攻や集団自決あるいはもう本当に暴力的なこう反戦を唱える人間に対する弾圧みたいなことが幅広く行われてしまったということでやっぱりその国を守るっていう言葉に 即座にあじゃあしがないなって思ってしまうのはちょっと危険なことだと思いますね。国を守というのとやっぱ国家、はい、ここの国家を守るっていうのと、はい、この違いがなんかこうそうですねやっぱりその国家とは何かということで。はい いろんな、その国の形態によって、それは違うんですね。うん、で民主主義国では、一般市民、人民がまあ国の主役。なので、うん、守る対象っていうことになると、うんその、国民を守ることになるんですね。うん、例えば、その第二次世界大戦中でも、フランスは。 1940年にドイツに降伏するんですけれどもこれは戦争の割とかなりあの早い段階です。でなぜそういうふうな早い決断をしたかというとこう戦争のまあ軍隊対軍隊の戦いでフランス軍が負けてしまったんですね。これ以上もも抵抗しても 市民の犠牲者が増えるだけだというふうな考えで,でこれ以上抵抗してもむしろその敗北は事実上確定しているので無益な抵抗はするべきではないということで,であの早い段階で降伏あるいはそのパリもあの今立派な建物がたくさん残ってますけれども。 あのドイツ軍がパリに迫った時にフランス政府はこうパリででは抵抗ししませんんいう発表をしたんですねでそれはパリ市民と、まあ、いろんな文化財も含めたパリ全体を守るためであって、うん、で政府が降伏することはそれよりも優先順位が下だったんですね。うんうん、なので政府は国民を守るためあるいはその国全体の富を守るために、えー、降伏するっていう決断を下せたわけですけれども。うん 一方同じ時期の大日本帝国は、はい、少なくとも国民というのは、うん、う当時の言葉で親民という言葉で呼ばれてたんですけど親と、うんはい、いうのは要するにこう偉い人や立派な人に仕える、うん、まあ中心、うん、あるいはまあ家来みたいな、うん、要するに奉仕する側の立場であって、うんはい、決してその社会の主役とは認められていなかったんですね。うん、当時の大日本帝国の国家体制で中心というのはやっぱり天皇で。うんはい 天皇の権威を振りかざす陸軍、海軍の軍人が一番、実質的には一番大きな発言力を持っていたと、なので、国を守るために国民はみんな奉仕せよと、犠牲になれということで、たくさん自決も含めた犠牲者が戦争を続けることによってどんどん増えていったと。なるほど あ,のあれですよねそういうなんか決断っていうんですかフランスの取った、はいええ、あそういう決断がなんか最後の一人まで戦うんだっていうのが、ええ、なんか本土本土に上陸されてもまだ戦うみたいなことが、ええ、まあ沖縄なんかは特にそうですけどもこう強要されてなんであんなに。 負けてるのに手を挙げないで突き進んでいくみたいなことが起こっっちゃったんですかおそらくそれはやっぱりその国民が守る対象ではなかったというのが一番大きな理由だと思うんですよ。うんうん、もし当時の日本が民主主義国であれば、うん、もう国民を守れないという段階で、うん、少なくとも幸福交渉に入りましたという発表はして、うんうん、で国民にもそれに対する心構えを、うん、させるというふうなそういうプロセスになっていたかと思うんですけれども。はい 当時の,その天皇中心というふうに先ほど申しましたけれども、うんうん、要するに天皇中心の日本大日本帝国あるいは日本という国は過去に間違ったことをしていないとなので今回の戦争も正しいんだとで悪いのはあの敵国であってその敵国と戦っているというふうなそういう図式がもう権威化してしまうともうそれ自体に疑問を抱くことすらあの国に対する反逆ということになってしまうんですよね。 なので、絶対的にこう戦争継続というふうな主張をする人間の方がこの言論の力としては強い立場にあったのでそれでそのなかなかその敗戦を認めるという決断には至らなかったととといいうことだと思いますね集団自体が間違った方向に進んだとしてもその方向転換ができないそ,うです、ね、それはこの戦争だけじゃなくて。 今にもずっと引き継がれていて東京五輪や大阪の万博、はい、マイナンバーカード、ええ、原発政策、はい、辺野古基地建設、はいはい、こういうさまざまな場面で、ええ、このな途中でやめられないそのあとには引けない何かが働いていますね。はいええ、やっぱりそれはあの政府がこうはい、はい ひえー、一般市民の声を聞いて政策を決めるんではなくて、うん、まず政府が決めたことに、えー、国民が従うっていう図式の国に、うん、日本がまた逆戻りしてるからだと思うんですね、うん、少なくとも昭和後期の日本であれば、うん、もうちょっと市民の声を聞いて政策を途中でやめるとか、はいえー、変更するとかそういう柔軟な態度を取れていたと思うんですけれども、うん、この10年11年ぐらいの日本の政治はものすごく硬直していて。うん で国民から批判の声が上がってもほとんどもう無視してしまうと、うん、で政府側の言い分だけをこう丁寧に説明すると言って、えー、こう押し通してしまうと、うんうん、で国民の側も,もう何かこう国全体がそういう方向に行っているんだったらもう仕方がないという感じでもう諦めてしまって、うんうん、でそれに同調してしまうという風なちょっとなんか負のスパイラルみたいな状況になっているような気もしますね。うんうんうん や,やっぱりでもそういう時にいやその国では、まあ、そういう政策を進んでいったとしてもなかなかそれに同調しないで諦めない市民が、はい、他の国先進国では多く見られるけども、はい、この国ではこういうなんか政策とか何とかにな、ねはい、成し崩しに陥ってしまう。はい あの僕も以前は日本っていうのは同調圧力が強い国っていうふうな認識をしてたんですね、はい、よその国よりも。うんうん、でも今回まあ調べて改めてちょっとそれは違うなと確信したのは、はい。他の国にも同調圧力的なこう集団のえ方向性にみんな合わせろっていうふうな心理的圧力はあるにはあるんですねアメリカや欧米であっても。じゃあなんででそそういうい国ではそれが あ支配的な力にならないのかっていうと、うん、やっぱり一人一人の国民あるいは市民が、うん、それぞれ自分個人として物事を考えて、うん、でおかしいと思ったらこれおかしいんじゃないのっていう疑問を声にするっていうことが、うん、そういう力も強いんですね、うん、つまりその同調圧力的な心理的圧力に抗う力が他の国では強いと。うん、で日本はそれが弱いから、うん 同調圧力が強い国に見えてしまうんじゃないかとそういうふうに考えるようになったんですね。なのでそういうその日本もだから同調圧力が強い国だって言って諦めてしまう必要はないと思うんですよ。もうちょっと一人一人がこれおかしいんじゃないの、これやめた方がいいんじゃないのって思ったらもう本当にこう口にしてで一人で口にするのが怖かったら集団でえこう一緒になって、え。ー 声を上げるとかそういうふうな工夫をしながらやっぱりおかしいことはおかしいって言った方が結局は集団全体のためになると僕は思うんですねそれをやらないと本当におかしいことをちゃんと言っていかないともうこの国の中経済から何からがどんどん今停滞していってますよね。ははいいいそうですねねろんな、ねい あどうぞどうぞ。はい、うん、いろんなその国際的なランキングでも日本の順位がどんどん下がっていると。うんうん、そうなんだよね。いやだけどそれもやっぱりなああ争わない力はいあっていうのがまあ、僕たちに染み付いている、ええ、ここそれでまあこう。 例えば日本、今もデモとかも本当に少なくなってきてるし、はいはい、その運動もなんか途中で禁じ合ったりするし、えー、しかもあれですよ、ね、労働組合もなんかあちこちで力が弱くなっていってるとしかもその労働組合を束ねるところがまたなんかこう国と,ちょっと一緒になり始めてるような感じもありますよねはいそうおっしゃる通りですね。 本来であればその、まあ、労働組合あるいは労働者、非雇用者はまあ権,利権利を主張するには弱い立場の、うん、にあるわけでその団体で、えー、抗うしかないわけですけれども、はい、そういうその団体で抗うという選択肢が今の日本ではほとんどもう社会から失われてしまったとその結果として何が起きているかというと、はい、経営者特に大企業の経営者からなる財界と呼ばれる。 ほんの一部の集団がものすごい力を持って、うん、で政権与党に対して働きかけをして、うん、政策自体も彼らに都合のいい方に曲げてしまうとそうなんですよね、はい、それがそ,そういうのがなんかこう国にプラスにならない方向に曲がってってる、はい、だ,だからその企業が今まで通りの利益を守ろうとするから変えられないと。はいえー そのまま来てるからこうどんどん衰退してってもこの衰退も止められないってことになるそうそうなってしまうんですよね、うん、なのでそのさっきの戦争の後半が特にそうなんですけれども、うんはい、1944年の10月頃っていうのはもう本当に戦争が日本に勝ち目がなくなっていたんですねそこで本当であればちょっと国民もどうしましょうっていう相談をしないといけなかったんですけれども、うんはい、じゃあ日本の軍は何をしたかっていうと、うん 特攻攻っていう体当たり攻撃を始めさせるんですね組織的にで結果的にまあその特攻隊に志願した人たちっていうのはまあ純粋にそうなることが国のためになると信じてそうした人がほとんどだったとは思うんですけれどもただ本当に酷な言い方をすると、うんうん、結果的にはそういう特攻の特攻 を続けることによってまず国民がその戦争をやめましょうという声を上げづらくなったそういう心理的な同調圧力の効果を生んでしまったとそうだ、ね、もう一つは結果的にそういうことに、うんえー、力を注いだ結果敗戦を認める時期がどん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 先送りされてしまったんですね。はいはい、で亡くなった人の本当に多くはその44年の後半から45年の8月までの、うん 死者なんです、ねうんうん、なので早ければ早いほどそういう死者は減らせたんですけれども、うん、負,けて負けたことを認めずに、うんうん、で集団全体でまあ同調圧力の力もあって、うん、もう負けたということを認めることを拒絶して、うん、でどん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 結論を先送りした結果、うん、国全体が、まあ、破滅滅亡の寸前まで行ってしまったということです。はいはい えー、ご本の中では以上のこともお,、はい、お書きになってますがそれ以外でも五の、えー、井里奈さんをめぐる自衛隊の強制わいせつ事件のこれに関する同調圧力ということについてもお書きになってます、はいえー、ですが今日は、えー、そこまではちょっとご紹介できない、えー、山崎さんはもう1つご本をお書きになっていらっしゃいます。どうしたららいいかなんかご紹介をはい、はい はいこちらの本のご紹介とその別のね本ね、うん、はい改めて山崎正弘さんのご本を紹介します、うんえー、まず、えー、この国の同調圧力ソフトバンク新書より税込み990円で発売中です、はい、そしてもう一冊、うん、アイヒマンと日本人というご本も新たに発売されましたこちらはどういった内容になるんでしょうか、うん、はいあのアドルフアイヒマンというドイツ人に関する、うんえー、本なんですけれども、はい、この人はあの第二次世界大戦中にナチ スドイツが行ったあのユダヤ人の大量虐殺いわゆるホロコーストで非常に重要な役割を果たした人なんですね、はい、で問題だと僕は思うのは、うん、この人がそ,の、うん、そういうそのユダヤ人の大量虐殺をどんどん加速させる役割を果たした上でこう私はじあの上司の命令に従っただけだと、うんえー、だから責任はないというふうな言い訳をしてるんですね。うんうん で実際にそうなのかと、実際に彼がやったことを検証していくと、それはあの決してそうは言えないと、彼自身にも責任はあったということで,で、そういうその上司、あるいは上の命令に全部責任をこう押し付けて、自分はこうただ従っただけだというふうな、そういう無責任な態度っていうのは、実は今の日本社会にもあちこちにあるんじゃないかということで、そういうその精神的な面もあの掘り下げる形で書きました、は。い やっぱりそうなるとこういろんなこう社会の方向性を受けてもその命令されただけだから自分はやってしまうということは、はい 言いい訳ににはならなならってことになりますよねそうですねそれは非常に無責任な態度で,、うん、で特にその非人道的なこと、うん、あるいは法律に違反することっていうのは、うん、やっぱり組織の中で上に命令されてもこれはちょっとダメでしょうってやっぱり言わないと、はい、その先ほどの同調圧力の話ともつながるんですけれども、はい、結局はそうやってその止めた方が広い視野で見ると組織のためになる、うん、あるいは自分のためになるっていうことが、うん、まあ歴史を見れば多々あるので。うん そういう面でも、ちょっと愛媛問題というのは、日本人にとって、他人事ではないというふうに僕は思うんですね。うんはい、愛媛は最後は処刑されるんですよね。はい、はい、そうです。裁判で、うん、あの死刑判決を受けて処刑されます、ねうん。はい。まあ、ちょっとあれだね。日本で、何かこう。中枢関係の、ね。はい、上下関係にある人たちなんかは。ね、自分の。 意見を言うよりも、はいまあ、例えば話出してなんだけど、はい、ビッグモーターなんかもね、はい、なんかこう、はい、上からの命令全部聞いてて、はいまあ、枯れ葉剤もし撒いたりしてたり、ねえー、そういうのをしてたらあれだよね「いやちょっと待てよ」と立ち止まらなくちゃいけないことが、はい。 ただ来てきてないそうですねそこに現れているのかですねはいわかりました時間が来てしまいましたはい。こちらの部分アイヒマンと日本人こちらは省電車新書より税込み1045円で発売中です興味のある方はぜひ書店でお求めくださいはい。大竹メインディッシュゲストは山崎雅宏さんでしたありがとうございました山崎さんありがとうございましたはたよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございます。